夏の高校野球石川大会を制し甲子園出場を決めた星稜野球部の活躍を願って壮行式が行われました。星稜は石川大会決勝で小松大谷を破り2年連続20回目の甲子園出場を決めました。壮行式では鍋谷昌司校長が楽しくはつらつとした星稜らしい野球をしてくださいと激励しました。これに対し山瀬慎之助キャプテンが甲子園で野球ができることに感謝しこの仲間とできる最後の野球を楽しみたいですと挨拶しました。接戦を勝ってきただけにやっぱりこの甲子園の価値というのはすごく感じています。試合見ている限りではやっぱり野手陣の打撃がやっぱり不安に残るのでそこはみっちり練習して、まあ、甲子園では、ピッチャーを楽に投げさせれるようにしっかり援護したいと思います。まあ、石川県で出場できるチームはただ一つで、まあ、自分たちに敗れたチームを含めて他のチームはやっぱり敗れて悔しい思いをしているわけなのでそういった選手たちの思いっていうのもしっかり背負いながら本当に最後の大会ですし最後まで全力で楽しんでプレーしていきたいと思います。全国高校野球選手権は来月3日に組み合わせ抽選会が行われ6日に開幕を迎えます。